今日は英語の勉強本でも超人気のロングセラー瞬間英作文の本のレビュー動画になります。 Hey guys, I'm Arisa Nanase. Thank you for watching my videos. どうも Nanase Arisa です。いつも動画を見ていただいてありがとうございます。すごく迷ってて、これすごいロングセラーでヒットしてるのも知ってたんですけど、結構パッと見た感じ中身がすごく簡単そうなんですよ。なんで買うのをやめてたんですけど、あのカランメソッドっていう英語をこう4倍速で学べるあの方法がありまして、それ前ちょっと動画に上げたんでまた見ていただければと思うんですけど、それに近いような形だなっていうふうに思ったんですね。こうネイティブレベルになりたい、要はあとかざとかも抜かしたくないし、オンとかインとかもすごいしっかり使い分けができない、アメリカでね女優やっていけないので、ちょっとカラーメソッドに興味があり、で日本語版で言ったらこれかなと思ってちょっとこれ買ってみました。早速このね中身と使い方についてあの紹介していこうと思います。あくまでも私の個人的な感想なので、人によって合う合わないはあると思いますし、まあ、結構こう中級レベルの人でコミュニケーションある程度できる人、コミュニケーション取りたいなっていうだけの人はあまり特にする必要がないかもしれないんですけど、初心者の方、要はフレーズをとことん覚えたいなっていう方、あとはまだ日本語脳の方、ちょっとに英語脳に早くなりたいよっていう人にはうってつけのテキストかなと思います。日本語が10個ぐらい載って、こっちに英語が10個ぐらい載ってる形です。で英語の文章だけ見るとすごく簡単そうに一見見えるんですけれども、例えば私はこれをですね、こうパッと日本語読んでパッと英語にして変えていく練習をすごくするんですが、その時に抜かしているもの、例えばここ to have cups っていう風に S を抜かしてたんですね。これはで、あとはstudy harder study hard って言っちゃってたっていう、この本当にちょっとしたところを間違えても、そこにこう下に線で引くんですよ、黒ペンで。まずで、あのここが抜けてるっていうところをこう自分で把握して、そこを直していかないとちっともこう細かいミスが直んないじゃないですか。だからその段階のレベルだなって私今実感してるので、次のレベル、要は本当に上級者に行きたいって思ってるので、そのためにはこの細かいところをしっかり直していきたいと思ったんですね。だからそういう使い方もありかなと思います。だから一見すごく簡単そうなんですけど、結構細かいことまで完璧に言えないので、そういったところではねすごくこの瞬間英作文いいかなと思います。あの1800円でちょっと普通より高いんですけれども、その価値はあったかなと思います。 PD がついてるから1800円っていうちょっと普通の英語のテキストよりお高めの値段なんですけれども、 CD は私1回もまだ使ってません。某ね、あの有名な英語を聞くだけで話せるようになるみたいな感じの効果もまああるとは思うんですよ。要はこう英語からこう日本語っていうのはあれなので、ただまあ CD はなくてもまあいけるかなっていう感じはします。私英語のようになる、あの最後にちょっと秘訣を言っときますと、こう初めからこう日本語からいきなり英語にって難しいんですよ。だから初めは日本語から英語に直す、このスピードを速くしていく、いかに速くしていくかっていうのを練習するんですよ。そうするとだんだん、まあ、自転車のこの回転の車輪を想像してもらうと分かりやすいんですけど、こうなってここから英語、日本語から英語に直していくのをこうこれぐらいの速さでできるようになってて、それがだんだんこう速くなってくるとグーってなって、もう英語脳にパッと行けよみたいな感じで私は英語脳になってきたので、はい、皆さんもそんな形で、あのちょっと伸び悩んでいる人にとってね、ちょっともしかしたら秘密兵器になるかもしれませんので紹介してみました。では See you。 ドキドキライブという無料のアプリで生放送始めました。みんな見に来てね。更新情報が届くチャンネル登録はこちらのアイコンをタップもしくはクリックしてね。 Subscribe please。法人様限定で講演依頼も受付中、詳しくは説明欄にて。